無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で駐屯兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して駐屯兵団を説得できると言うなら俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で足手まといだと。必ず説得してみせる。
二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ。彼は人類の敵ではありません。私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。敵でないというなら証拠を出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も。巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。エレン、ミカサ、私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするのう。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。死にたくねえよ。こんな、なんと司令のお考えは読めん。注目！これよりトロストク奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は前門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。
反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られれば、もはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで死んでくれ。これよりトロソク奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて討伐するんだ。僕が死ぬわけにはいかない。壁際におびき寄せれば敵上固定砲で巨人を攻撃できる。攻撃による援護をうまく生かし作戦を進めよう。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功した時、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。救援要請だ。次だ。相手になるよ。やるよ。このまま始末してやる。これである程度巨人の数を減らせたかな。エレン、あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。よっと、これがないとね。拠点を作ってくれ。しっかり頼むぜ。置いていかないでよ。始末してやる。
これで任務に戻れます。さあダズ、急いで前線に向かいましょう。故障してんのか？してやる。おとりだ。やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。次だ。片付けよう。サシャ、しっかり頼むぜ。終わりだな。こんなもんか。
相手になるよ。こんなもんか。応急処置はできた。これでなんとか立体機動ができる。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする？アルミ、それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。貸してくれ。やるよ。片付けよう。よろしく。カシャ、当たった。やるよ。ダブル、よろしくな。おうね。やるよ。おとりよ。終わりだ。ここは始末してやる。討伐完了。なかなかやりますね。さあ、逃げ切ってやる。俺はもう何もできなかった。あの時とは違う。うん、ダブルス。よかった。よし、俺は任務に戻る。お前ら死ぬんじゃねえぞ。次だ。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。人間の比率で考えれば、あの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。
おい待て、エレン、ミカサ、一体何が。片付けよう、相手になるよ。救援要請だ。やるよ。まずい、誰か。しっかり頼むぜ。よろしくな。ありがとう。ここからは君たちを援護するよ。周りに巨人が。くそ、群がってくる連中を倒すぞ。始末してやる。何をしているんだエレン。ミカサ、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。この巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した。このままじゃ全滅する。やるよ。しっかり頼むぜ。せっ、片付けよう。いいぞ、随分張り切っているな。ベルトルト了解。うまくしてやる。イエーガーのやつ、私たちにも攻撃を。トロマンカミは相手になるよ。サシャ、
エレンの周りの巨人は何とか一通り討伐できた。僕がエレンをここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。リコ、後方の巨人をやれ。三度と俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの？なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ。そんな方法私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。にかけて縦1メートル横10センチ大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミエレン、聞こえるか？ここから出てくるんだ。お母さんの仇はどう？僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。